はい、ヨガインストラクターを育ててるセクシーティーチャーです。それでは行きましょう。まずは木のセクシーポーズ。木はね、あんなに背が高いのにまっすぐ立つことができるの。それができるのは足元がしっかりとしてるからだよね。だからこのポーズは特に足に効くと言われているの。O脚改善とかチャイみたいに美脚になれるよね。そして次は、お、どうしちゃったのかな。しっかりとガニ股にして、お、お、それは何のポーズかな。お胸の前でガチョ、あら泳いじゃった。合掌してキープして X、 いや違うよね、スタッフさん真面目にね。あら、お胸の前で合掌してキープ、これは花輪のセクシーポーズ。股関節の柔軟性はもちろん、骨盤周りや背筋の筋肉を鍛えられると言われてるよね。それでは最後に英雄のセクシーポーズ、チャイハグ抱え。はい、オッケー。